ところでさ、どうやってフランスの人たちと仲良くなったの？ああ、そのきっかけは昔僕が作った地元のスケートビデオみたいなんですよ。ビデオ？はい。へえ、じゃあそのビデオ見てわざわざ日本までっていうか、いや中野まで来たってこと？はい、そうなんですよ。へえ、しかもあれでしょ、彼らって何度も来てるんでしょ中野に。ええ、そうっすね、結構来てますね。へえ、すごいね。それであんなコスチュームを着させることができたんだ。ええ、そうなんですよ。だからノリがいいんですよ。いやー、よくみんなやってくれたよね。いや、ほんとっすね。え、でも事前にそういうことやるよみたいなことって彼らには伝えてたの？いや、それが全く伝えてなかったんですよ。あ、そう。だったら最初はみんな困惑したんじゃない？ええ、最初だからちょっと顔引きつってましたもんね。あ、でも周りがみんな着替え始めたらもうみんなそれぞれ腹くくったんでしょうね。その後はもうみんな楽しむしかなかったっすからね。あ、そう。まあでもそれもそうだよね。そんな時はジタバタしたって仕方ないもんね。うん、そうなんですよ。結局楽しまねえと。せっかく日本まで来てんだから、どうせだったら地元の奴らと一緒に楽しい思い出作った方がいいじゃないですか。そうだね。思い出か。そう考えると、いいね。スケボーって。いや、本当にいいっすよ。もうこれ以上のものなんかないっすもんだって。あ、そう。だから僕本当思うけど、全人類全員スケーターになりゃいいのにって思いますね。え？全人類？はい、全人類。男も女も老人も子供も全員、その方が絶対面白いもん。ああ、なるほどね。オッケー、分かった。で、その後はどうなったの？その後もみんなで地元のスポット滑りに行きましたね。え？あの格好で？はい、あの日の丸スタイルで。
ッ